塩野さん、あっちゃん、先生、ひでくん、おんちゃん、エースバーサス、ひろきーちゃん、三浦っと、マニマニ、物販、カエデ、なるくん、クラシアノブ、ヨシカナ、モリシン、JT、カスピール、ヨウスケ、竹丸、ナッティ、ユキタン、オレスさん、タオ、ヤス、チェロ、平島さん、おはようございます。ありがとう。チャキベ、ヒョロ、マー君おはようございます。カナタカ、ネオさん、ヨウスケ、カンノさん、おはようございます。エリちゃん、おはよう、ありがとう。今日も朝からありがとうございます。マイナス10度超え、うわー、それはあったかくしてくださいね。ゴン太郎、トシボ、朝マック、ひてなま、メンマッチョ、おはようございます。電車席確保やったじゃん。先生ギフトありがとう。板倉さん、ひのにゃんまる、おはようございます。めっちゃ寒い。うそでも確かにチラッと外出たけど寒いですね。冷えってなった。どんちゃん、マイルドすぎちゃん、タンタンタヌキ、わっか、おはよう。なんかさ、寒すぎたからかさ、昨日もさ、なんか全然あったかくならなくて、なんかずっと凍えながら凍えながら寝てた昨日の夜。水道も凍ってた。そんな時期だね、凍るよね水道。もうそういうのも気をつけなきゃいけない時期だ。赤いゾウさん、のりともさん、おはよう。あ、電気式なんかそういうなんかあるんですけど、そうだ、それをすればいいのか。あさちゃん、たぶやん、わわわ、みちひろさん、おはよう。水抜き、そうだよ、それが必要なんだよ。凍ってた？ね、厳しい寒さ来ちゃった。そう、使ってない、使わなきゃね。沖縄でも、沖縄寒くなったの？ついに靴下履いて寝るそんな程度でいいのか沖縄靴下履いて寝ればいけるのか。こっちは電気式毛布だぞ。ディアス、おはよう。ひのなめさん、タカさん、おはよう。ピリリさん、アタックさん、おはようございます。エアコン我慢してるの？なんで？富山県警さん、おはよう。電気毛布まだ使ってないけど使いたいなと思ってる。クルスさん、ありがとう。
や、とても元気にしてありがとう。重度未満、ないんですかね。どうだっけね。テーマ研究、塩さん、おはよう。なんかね、そうだね、家の中でもさ、なんかブロックブロックごとにさ、寒いエリアってあるじゃん。そこ行きたくないなってなるよね。超わかる。暖かいって分かってれば全然ね、全然行くのにね。温めたいな。ムロッキックさん、トーマさん、おはよう。なまら、北海道。電気マットないとも寝れない。あ、そうだね。寝つけないよね、なんか。トーマさん、おはよう。お風呂あるあるだよね。お風呂になんかちょっとしたストーブみたいなの置いておくみたいな。私は置いておいたことはないんですけど、だから逆にもうもう最初はね、最初は辛いよ、入る前は。逆にもうめっちゃめちゃ温まって、体の芯まで温めて、そうすれば出るときは平気っていう、そういう作戦。最初はもうしょうがない、もうお湯が出るまでお湯が出るまでね。お風呂にエアコンついてる？うわー、そんなお風呂があるの今。ついお湯を巻く。温める。お風呂へ行く道。どんな道のりなのよ。そんなに。テンさん、はいよ。ね、リビング以外は本当に寒い。あ、冬至だ今日。乾燥機になってる。コウジローさん、おはよう。寒さに弱いです。私もだよ。関係ないよ。どこ生まれだから寒さに強い、暑さに強いとか関係ないです。おそらく。あずまさん、おはよう。うん、関係ない。湯たんぽ。熱くない。熱くなりすぎるんだ。
湯たんぽしてたな。湯たんぽ天才だよね。そうだね、もう先に布団の中を温めておかなきゃね、この時期は。さっきさんギフトありがとう。関東あったかいって。関東は、まあ寒いところから来たらね、最初はさそう感じるけど、やっぱ寒いものは寒いですよね。ヒートテックの毛布、そんなのがあるの。しゅんごさん、くまさん、いや冷たい布団で冷たい布団、珍しいね。ヒヤッとしたあの感じ、冷たい布団、冷たい布団は私はなんか布団やないやんってなっちゃう。韓国民おはよう、小次郎さんギフトありがとう、光おはよう、桃木さんおはよう。電気湯たんぽ、湯たんぽっていう名前が大事ですかね。あ、昨日はそうだね、昨日はお話し会ありがとうございました、ありがとう。みっちゃん、ここのお母さんおはよう。自ら温めて、温めていく。ひろっぽーさんおはよう。あ、出た、体温で温めていく、へえ。その感覚初めて知ったな。へえ、温めていく、自分がこの布団温めてあげるんだ。うん、うん、布団だけで。でもね、湯たんぽとか電気とかの力に頼るのも超大事ですよ。ぎふみおはよう、ウィンディーさんおはよう。うん、本当に使おう、今日から使うわ、じゃあ電気式を今日から使う、決めた。ウィンディーさんおはよう。そしたらもう絶対そこから動けないわ、使っちゃったら、使っちゃったら動けないけどいいかな。うん、お仕事行ってらっしゃい。ねえ、ベンチコート着て寝た。でもそれいいかもね。いいかも、ベンチコート着て寝るって。私猫湯たんぽね、したことない。猫湯たんぽが理想なんですけどね。あ、595日だ。ジーコさんおはよう。
新規新人さんおはよう、ありがとうございます。動きないだって動かないじゃん、寝るだけだから。重たくして寝る。湯冷め、私あんまり湯冷めしないな。湯冷めってなんだ、なんかちっちゃい頃はね湯冷めしたりしてたんですけど、最近しないな。大阪のひろしだよさん、おはよう。ね、猫湯たんぽ夢だ。寒くなる？電気毛布とベンチコートで汗だく、汗だく。それは逆に冷えちゃうかもね。いやーでも、え、電気毛布したらベンチコートは大丈夫じゃない？電気毛布がなかったらわかるよ、ベンチコートで寝るの。猫鍋ね、鍋に猫ちゃん入ってんの可愛いよね。歯を潜ってくれるかな。小地里さん、ピンクさんおはよう。おーちゃんおはよう。ねえ、うらやましいよね。暑い。おさむさんおはよう。ご飯食べるね。ご飯食べよう。ご飯。ご飯です。ご飯ですよ。みちひろさんギフトありがとう。そばだぬきさんおはよう。いってらっしゃい、いってらっしゃい。なぐさんおはよう。いってらっしゃい、みなさん元気に。やっぱ朝はね声が出ませんね。朝は
こんなにも声がね出ないのかってくらい、まあ、さ普段でさえ声出てないのにね。海苔の佃煮の TKG したことない。うん、そうだね。ちなみにこの配信は10時ぐらいかな。大阪のひろしだよさん、ギフトありがとう。咀嚼音、咀嚼音、今日は21か。わあ、21日。メイクしようと思っとったで。今日朝ゆっくり。あ、そうなんだ。よかったよかった。そう、10時休憩にはねちょっとかすらないから、ごめんね、ごめん。お休み。おお、マンポンさんおはよう。あ、そうじゃん、今日映画じゃん。そうだそうだそうじゃん、ナチョスとラティアスじゃん今日。お仕事ファイトです。お昼は11時15分からかな、配信。です。夕方はわかんないな、わかんない。アウン超える11時15分からの配信は、まあ、大体2時15分ぐらいかなまでって思ってます。宮崎のじいちゃん、おはよう、ありがとうございます。うん、
ほぼラジオ。じゃあ頑張って話す。配信、うん、お昼ね、来てください。うん、仕事頑張です。充電器、うん、今日も充電器大事だ。お仕事行ってらっしゃい。大阪のひろしでおさん、ギフトありがとう。上映時間決まってないね。見て当日なのに見て、でもうん、何時がいいかな。何時がええですかね。上映時間見てご了承ください。すがちゃんおはよう。うん、先生モード頑張ってね。上映時間ね、どうしようかな。うん、そうだね、昨日ドボンできなかったね、確かに。ね、もうみんな見ちゃったって方が多いから、うん、雪かきお疲れ様。今日も積もってたかな。大丈夫？雪かきから始まる朝は辛いよね。見てない？見ない。アニメ？なんかだね、それになると新鮮かもね。なんか実際私もさ、どう感じるかな、なんかでもいい映画だから、私がこんなに大絶賛してるんだからね、絶対いい映画なんですよ。
だって他のポケモンの映画もさ見たことあるけど、こんなに大絶賛特にしてないからね。うん、オラティオスとラティアスに限り大絶賛。うん、いいですよ。ハンカチ、あーハンカチまではいかない。なんかね展開的にね多分そこまで重くないからね。なんかたまに重い展開のねポケモンもあるけど、そこまでじゃないと思う。だからそういう意味ではすごく見やすい映画、ちょうどいい。え？そうだっけ？でもやつ忘れてたかも。いやそうなんだっけ最後。あーじゃあちょっと泣けるかも。でも記憶がもう本当に見てないからさ、まださ記憶が勝手に塗り替えられてたわ。ちょっと待って。するわ。めっちゃ暖かさを求めいいわって。で、スーパーで売ってるもの売りたくなるよ。冷やし飴ね、冷やし飴。おお、ほんとだ。へえ、夏か。やっぱ夏になると買いたくなるんですかね。冷やし飴知らないね。関西ね、関西の文化。冷やし飴せやでー、せやでせやでせや。よいしょ。
あーやっぱ目になんか入ってるね、ゴロ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 。あ、アイロン、アイロンがない。あーなんか乾燥してるな、すごいヒリヒリする。うん、冬はやだ、乾燥が、乾燥してる、わかるわ。うわー、なんでめっちゃヒリヒリするぞ。うわ、よくない、このヒリヒリは。ヒリヒリ、うん、すごいヒリヒリする。なんで？あれと？いや、やだな、やだやだ。肌が、肌が、肌がすごいヒリヒリする。やばいな、久々っていうかめったにないんだけどこんなこと。すっごいヒリヒリする。塗んない方いいかな、鼻だけ塗ろう。鼻だけ、鼻だけ塗っとく。鼻は元気でも両頬がやばい、両方ヒリヒリ。塗んない方がいい気がしてきた。ほっぺは避けよう。すっごいヒリヒリする。乳液塗ったら
すごいヒリヒリしてきた。あとで、なんで、もうやだ。こんな明日に乗ってるかな。こんな時に限って怖い。やっぱ乾燥かな。パックしよう、パック。なあ、メンタルがやられる、こういうのは。こういうのはほんとメンタルくるんだけどすごいショック。なんかこういうめったにないことが起こるとマジで焦る。ちょっと保湿しようかな、本当に。保湿するか。で、保湿するわ。保湿をしましょう。保湿。これでもう治らなかったら私はもう消滅します。保湿もう消滅しちゃいます。保湿すごいヒリヒリする。これで14分ぐらいまで。これでどうにか潤ってくれ。今この状況なんか分かんない。包まれてるって感じ。今この状況は包まれてるなーって感じ。包まれてるなーって。ちょっと10分ほど置きます。5分ぐらいでいいかな。あんまねつけすぎんのも良くないんですよ。乾燥気をつけないとね。みんなも気をつけてください。顔の乾燥。こんなヒリヒリするの本当に怖いんだけど。いやだうん、気をつけなきゃね。マスク、うわついにマスク荒れきた。うわやだ、それすごいやだ。マスク荒れなった方いらっしゃいます？もしかしてっていうかこの中に。シゲさんおはよう。マスクで顔荒れたよって方、ね、よく見るよね。いらっしゃるかな。意外とない。赤くなった。
中には意外とよないかな。あ、布に変えたら良くなった。あー、そっか。うん、やっぱ素材によるんですね、マスクのね。カサカサしてきた。やだな、マスクあれは本当に嫌だ。お願い、生き返ってくれ肌。お願いだ。ヌネックスマスク。ネックスマスクは肌に優しそう。あー、耳ね、耳にくるよね。ね、ほんと軽いよね。ごぼう？あー、なんかごぼういいって聞きますね。なんかビタミンとか取った方がいいか。なあ、ビタミン剤とか。肌にいいもの。なんかあんまり肌トラブルなったことないから、なんかいざこうなるとわかんないんだよね。肌のためになるものみたいな。どうかな、聞くといいけどね。いやー、今週は困る、本当に肌荒れたら。やだー、やだやだ。湿度変化ね。そう、今この左右両ほっぺたがね、すっごいヒリヒリして今。すごくヒリヒリが辛いんです。なんとか応急処置。日焼けまさかの日焼け。しんいちさん、おはよう。普通のなメイク配信のはずが。保湿配信あと4分ほど。うん、雪焼け。この月曜日に来る雪焼けが、土曜の雪焼け。昨日は何ともなかったもん。うん、マッサージしてないね。今になってくる、その日焼けの。うん、染み込んでいってくれ、なんとか。まあでも今日は塗らない方がいい気がしてきた。今日は塗らないようにしよう、ほっぺには。うん、なんか今日は休ませよう、ほっぺ。うん、
ネイルいけてますよまだ。でももうそろそろ剥がれてくるから取ります。取っちゃいます。取っちゃう取っちゃう。パックしよう今日絶対夜。美容液とかを塗っといた方がいいかな。ニベアすごい。みんなニベア、ニベアそんないい？持ってないんだよね。そろそろいいかな。あんまやりすぎてもね。うん。あとはどうにか。どうにか生き返ってくれ。どうにかこうにか。赤い、赤いよね。ヒリヒリしてんだよ。今日はほっとこう、ほっとこう肌を。うん、化粧、化粧はしない方がいい。泣いちゃう、荒れたら泣いちゃうよ。なんでだ本当。うん、ノーメイクデイ。最近は配信多いからノーメイクの日ないね。ノーメイクの日ないわここ最近。12月入ってから絶対毎日メイクしてる。配信するからね。明日に落ち着いてるといいな。ほんとないからね私普段こんなこと。ほんとにない。超珍しい。珍しい。そう、肌強いからね私。本当に珍しいこういうこと。荒れること、え、わかんない。本当にわかんない。マジで思い当たる節がない。
焦りマックス。一回乳液塗った方がいいかな。しょげてしまうぜ。しょげちゃう。もう天然チークみたいになってる。冬に対応できてないね、私の顔が。まだ秋とかそんくらいだと思ってんのかな。はあ、もう一回乳液塗っとく。なんとか明日には復活しておいてくれ。しょげしょげ。結構赤くない？本当にチークしてるみたい。なんか泣いてまう、泣いてまうよ。みんなお肌ヒリヒリしない？大丈夫？ピエン、ピピピピエンピエンピエン、ピピ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 エン、アトリックスのピピピピエン。仕事でいける？肌が荒れてる感じ。いや、荒れてるわ、これは。荒れてしまっている。号泣。何かな。本当。下になってもっとひどくなったらどうしよう。本当やだ。
食べ物。肌荒れ原因でちょっと調べよう。あと肌荒れ原因、キュウリよく聞くよね。でも今日の夜はしっかり保湿しよう。しっかり目保湿。ビタミン不足？そうなの？刺激物？なんだそれ。不足？寝てると思うんだけどな。寒さもある。蒙古タンメン、蒙古タンメンまでやらしたいね。ま、だって今更マスクで荒れるなんてある？もうさ、もう半年以上ずっとマスク生活やってますけど。肌以外ならね、化粧してもいけるかな。マスク、マスクはまあ、でも絶対、乾燥したんだな。いや、とりあえずビタミンを。C 線とか、ビタミン C。とりあえずヒリヒリなくなってほしいね。ヒリヒリ。ハイチオール。アセロラ。ビタミン B。ビタミン B ね。ビタミン B 含んでるのはなんだっけ。おお。
もうでも食べてるな、ビタミン B が含まれてるもの。豚肉、アーモンドミルク、うん、なるほど。枝豆、絹ごし豆腐、うん、よし、それも取って、ビタミン C も取って、荒垣さんこんにちは。ね、豆いいんだね。大豆は食べてるんだけどね。ずんだ、ずんだですね。そう、ビタミン A、 ビタミン A は何だ、何に含まれてるの。ビタミン A も取んなきゃいけないのか。ビタミン A は、ビタミン A は最近食べ、あ、でも卵、人参、あ、トマト、取らないと。みんな調べてくれてありがとう、嬉しい、ありがとう。頑張って摂取する、ありがとう。
室もね、そうだね。こんにちは、ありがとうございます。うん。メイクももう少しで終わりそうです。終わりそう。よし、でこれにマスカラをして、赤ちゃんおはようございます。マスカラをして、やっぱなんか肌がね、塗ってないと不思議な感じ。寝てるよ。あとは髪だね。ゆず湯、やっぱゆず湯入らないとね。
あとで髪はやります。とりあえず今メガネ、とりあえずメガネ OK。 お待たせしました。あ、7777が惜しかったね。惜しい。惜しい。じゃあ次の配信は11時からにしよっかな。うん、そうしよう。11時からにしよう。11時から。そう、割とすぐ割とすぐにはなっちゃうのですが、早いよーと言わずすいません。今日はね、今日はいっぱい配信で、また明日からはあんまりいっぱい配信でではないと思うので、おはいいねか。あと今日おはいいね、おはいいね何にしよっかな。みんな待ってるかな。おはいいね、どうだろう。どうしよう、どうしよう、いいね。どうしよう、いいね。どうしよう、いいね。写真がどんどん溜まっていくな。消さないと。どうしよう、いいね。ワンワンって待ってくれてる。また考えるし、ちょっと待って。なんかね、今日、あ、待って、今日冬至だっけ？冬至っぽい写真。冬至っぽい写真ないかな。冬至。ゆず、あ、ゆず持ってればな。
ゆずないな。ゆずない。かぼちゃ。ゆずないね。ゆず、テニスボール、ちょっと自撮りしようかな。テニスボールをお風呂に浮かべる。それは新しい。新しすぎる。よし。めっちゃ自撮りした。いや、これはメールに使います。さすがにこれはメールに使う。ツイート、ツイート、ツイートはどうしよう、どうしよう。ツイートはえー本参議してありがとう。確かにメガネあかりの写真メールに送るの珍しいね。確かに、確かにそう。なんていう文章にしようかな。メール。ヤスさんおはよう。メガネあかり、メガネあかり、全然決まんないな。この間は、この間は、ね、メガネあかりいないよね。そう、送ったことないわって思った。あー、ケーキのだね。ケーキ、ケーキの時の写真。やる。あ、いた？メガネ、メガネいました。うん、また夜、ありがとうございます。7
7月でもさ7月以来ってこと超時が経ったね。どうしよう。あ、なんかちょっとシチュエーション系にしよっかな久々に妄想とまでいかないけど、みんながどう答えてくれるかなみたいな。これとこれにしよう。よし。いや別にそんな期待しないでね。正直。ライトな感じですから。そんな期待しないで、超超超ライトな感じですから。いや、ノー期待でノット期待でお願いします。絵本さんギフトありがとう。妄想？よいしょ。そろそろランキングを読みますか。ランキングタイム。
ランキングタイムです。うん、ちょっと待って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 、はい、でも配信終わった後にツイートします。ちょっと待って、あ、でも今でもいっか、せっかくだしね。で、当時ハッシュタグ当時ハッシュタグ当時で、顔文字、今顔文字を探しています。顔文字を、あ、こっちにしようかな。いや、当時マニアの方に向けてね。よし、ツイートします。はい、ツイート。ツイートした。当時ファン、当時フォロワーが増えます、これで。ありがとう。あ、いいねしてきた、ありがとうございます。ではランキングを読んでいきます。ありがとう。13位が、ワカです、ありがとうございました、おめでとう。12位が、モーモーです、おめでとうございます、ありがとう。11位がエホアンさんです、ありがとうございました。あ、昨日ありがとうね、こちらこそ。うん、見てくれてありがとうね、朝の配信もね、また話そうね。10位がカスピエルです、ありがとうございました。9位がコウジロウさんです、ありがとうございます。うん、ありがとうございます、こちらこそ。8位がヨシオンです、ありがとうございました。お肌良くなるといいね、祈っててください、お願いします。第7位が、チェロさんです、ありがとうございました。そして第6位が、テーマです、ありがとうございます。テーマ、
で第5位が、タマです。ありがとうございました。タマで第4位が、ナッティです。ありがとうございます。そしてあ、また後でお肌大事にね、気をつけます。ごめんね、心配かけて。4位がナッティです。ありがとうございました。おめでとう。そして第3位が、ヒカルです。おめでとうございます。あ、配信ありがとう。いっぱい配信で来ない来ないで、え、来ないでって言っ言ったと、え、言ったとしたらみたいなパターンあるんですかもう来ないでそんなことある第2位が、ひのにゃんまるです。ありがとうございました。第2位ありがとうございます。そしてゼロポジ第1位が、さっきーさんです。ありがとうございました。ありがとう。あ、ツンデレ最初ありがとう。お肌保湿ね、ビタミン取ります。歯医者頑張ってください。応援してるね。どうぞ、今週も張り切っていきましょう。張り切ろう。ありがとうございますツンデレ、もう来ない来ますようん、来てね この後は11時からの配信です。11時、あ、早速みんなね、おはいいねね、ありがとうございます。ありがとう。ちょっとね、おはいいねね帰ってこないなって方は、なんか設定のちょっとね、都合でセンシティブなって出ちゃうのでね、それで、あ、帰ってこないんだなってちょっとね、理解していただけるとありがたい。これから聞けばすごい、みんな大喜利大喜利ありがとうございますおはいいね。おお、さらに okay、ではいいね来た来るよではね、続いて11時からまた配信します。あ、休憩だったよって方ごめんね。次11時から11時からするね。よいしょ、ありがとう、バイバイ。次11時から配信する、ごめんね。ありがとう、ごめんね、今来てくれたのにごめんなさい。また後ほど。